これハイポン二重デッキのちょっと強いサビ止めですね。僕らが使ってる弱溶剤じゃなくて普段使わない弱溶剤です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、1液の塗料と2液の塗料の違いでちょっとどうやって作るかの説明をちょっとしたいなと思いまして、ちょっと動画撮ってます。2液だとこれとこれで2液ってことです。1液2液って1つ2つを混ぜて2液なんです。で、1液の塗料ってのはもうこれこのまま混ぜなくて使えるって塗料が1液なんですけど、で1液、まあ実際混ぜないって言っても希釈するものが必要なんで、一応この塗料は水性なんで水で希釈して作ってきます。一回1液の方から作ってきます。塗料がこうやって入ってるんですけど、これ実はこのままも使えるんですよ。このままシンナーとか水を入れない状態で、ただそれ硬いんで塗りにくいです。すごい標準加水量0から 8%1 割ないぐらいまで水入れていいよっていうぐらいなんですけど、まあ、僕らだったら 5% 水入れさせてもらってます。で実際にこうやって 5% だったらここに750の水の量を入れて、これをバーッと入れてもらって。まあ、こういう感じで、まあ、ほんと水加えるだけで簡単に作れます。で次なんですけど、2液の塗料ですね。で2液の塗料はちょっと硬化剤っていうのがあって、これもしっかり測って作ってきます。でこれ2液の塗料で、これハイポン二重デッキ、これサビ止めなんですけど、ちょっと強いサビ止めですね。僕らが使ってる弱溶剤じゃなくて普段使わない弱溶剤です。強溶剤、そうそう、噛んじゃった。2液も混ぜたら固まっちゃうんで、そうですね、使う分だけ作ります。はい、今からこれ1割作ります。これ17キロなんで、これの1割ってことは 1.7 キロ。塗料はこの口から出すとき、ここからこういうふうに出しちゃうと口汚しちゃうんで、極力これを上にしてから入れてください。で硬化剤が3キロなんで、これも1割、同じ1割ずつ、1割ずつ、まず 0.3 キロですね、を入れます。で今の強溶剤の専用のシンナー、エポキシシンナーっていうのをだから希釈で入れてきます。で今 1.7 入った取材と硬化剤が 0.3 入って2キロになってると思うんですよ。でその2キロに対しての1割ぐらい入れてあげると使いやすく、あと薄すぎない。で2液ってこれもう作っちゃったらもう今日中に使わないといけないんです。もう固まっちゃうんで、その代わり硬化剤と化学反応を起こして硬化させるので、1液の塗料よりは強いです。あと長持ちします。塗料の耐久年数、一応一番最初に塗料のグレードでフッ素シリコンウレタンって大体3段階であるんですけど、まずそこで塗料の耐久年数が決まりますよね。でその次に塗り回数、結局3回塗り、下塗り入れて中塗り入れて上塗り入れての3回塗りで耐久年数が変わりますけど、このシンナーの量もうこの塗料を作る時点で塗料の耐久年数が変わってくるんで、まあその決められたさっきの水性だったら 0% から 8% でしょまで入れる、溶剤でも10% までだよとかそういう決まりがあるんで、まあ、それを守って測りちゃんと測ってやらないといけないです。何の動画か分からなくなっちゃう。いやもう完璧です。はい、あんまり入れるってことは、そうですね、薄めるってことは弱くするんですか、なんて言えばいいのかな、
結局シンナーで塗料を薄めるってことは塗料の寿命を薄めちゃうってことです、うん、そういうことです。そういうことですね。2液はこういう感じで、まあ、1回が手前ですけど、まあ、僕らは表示系の塗料を2液進めてますので、まあ、こんな感じで2液塗料の作り方の説明でした。ありがとうございます。はい。また見てね。